まあ去年、大きな怪我をして、まあ、なんかそこがこう自分の中で結構いろんなことが変わるキーになったかなと思うタイミングだったんですけど、まあ、チーム勝える選手になりたいとか、いろんなものをこう背中で背負ってサッカーしていく、こと自体をその今までは楽しめてはなかったんですけど、まあ怪我して、昨シーズンのギリギリのもうチームがほとんど瀕死の状態で試合に出る、で怪我明け7ヶ月経って復帰するタイミングで、こう割と自分にも大きいものが襲いかかってくるというか、そういうなんかこう小事がすごい楽しくなって、去年で、まあキャプテンやらせてもらったり、自分のことだけじゃなくていろんなものをこう見て行動してっていうそのサイクルがすごい楽しくなったんで、じゃあ今年何を背負えるだろうなっていうところで、もう一個重いものを背負いたいなっていうのはあって、で、まあ、じゃあ何だろうってなった時に、やっと3の7って重いなと思ったんで、チャレンジしようって思ったって感じですかね。誰が7ついつけるかってなった時に、なんか自分じゃないとっていうのは正直僕も思ってましたし、クラブからは何か言われたわけではないですけど、クラブもそう思ってくれてると思いますし、ファンサポーターの方も、まあ、もちろんね、よく思わない人もいるかもしれないですけど、よく思ってくれる人たちもたくさんいると思うし、まあ、なんかこう新しいブラジル人選手とか新加入の選手はパンってきて7番つけたいって、そこにじゃあつけさせてしまったら、なんかヤトさんがこう紡いできたものというか歴史が一回こう遮断されるような感じがしたので、そうはしたくないなっていうのもあったし、そこで僕がつけることによってこうガンバの7っていうのが伝統みたいなものができればいいなと思ったし、ガンバの選手になりたいとか、そういう目標の中にガンバの7番を背負ってサッカーをしたいって言ってくれる子供たちが増えればいいなっていうのも思ってますけどね。いや、最初、淳さんですかね。マネージャーの。淳さんも、今、ガンバにいるスタッフ選手でいますけど、本当にガンバ近くで見てきてて、僕のこともそうですけど、僕のその、選手としての移り変わりとか、人間としての移り変わりも全部見てくれてる人なんで、淳さんに、僕7番つけたいんですけど、大丈夫ですかねって言ったら、ナースはすごい喜んでくれて、すごいこう、なんか、相談はしてないですけど、聞いたのは、一番最初に聞いたのは淳さんで、その後、ヤットさんにも聞きました。本人にも、何つけていいですかっていうのを、聞いたら、いいよっていう、それだけでしたけど、直接、それ以上はもう何もなかったですね。焼肉食いながら、やつは7番いいですか？つけてって言ったら、あの感じですね、もう。いいよー、みたいな。それだけっす。それ以降も違う話してましたね、あの人。いや、でも、結構、好意的に見てくれてるっていうか、まあ、たかししかおらんやろ、みたいなこと、まあ、しゅうくんとかも言ってくれたり、まあ、東くんもそうですし、まあ、りょうたろうも、サミくん、意外誰もつけれないんじゃないですかみたいな感じで言ってくれたんで、まあ、そのチームメイトの後押しというか、そういうふうに思ってくれてるんだったら、なおのことこう、つけたいなっていう思いになりましたね。まあ、今まではやっぱり遠藤保仁がつけてた7番で、こう今のガンバの全てというかを作り出した人だと僕は思ってますし、でもそれは継承していかないと意味のあるものには絶対ならないし、やっぱそういう流れを作り出すことで、このクラブのガンバっていうクラブの7番を、まあ、ブランド化することができればいいなと思いましたし、だからそういうこう魅力的な背番号にさらにしていくためには、こうちゃんと
クラブのことをしてて、でもましてや僕はもう生え抜きで育ててもらってるんで、やっぱそういう選手が絶対つけないといけないですし、なんか第三者的にこう見ても、自分を見てもいやお前しかおらんよって僕はちょっと思ったんで、はい、よりこうなんか輝かしいものにしていけたらなと思います。僕はそういういろんなもの、プレッシャーとか期待とかやっぱ背負ってサッカーしたいですし、うん、そう自分の身の丈に合ってなくてもそれがまずは背負って、その背負ったものに自分の身の丈を合わせていくぐらいで僕はいいと思ってますし、うん、なんかこう、まあ、若い選手たちはすごい背負おうとしてくれてるんだなっていうふうに感じてくれればいいし、うん、やっぱ上の選手、僕とか、まあ、もう年齢来年31になりますけど、来年って今年か、やっぱそういう選手たちがやっぱりこうなんていうんですかね、しっかりこう責任を果たしていかないといけないし、チーム悪い時は矢面に立たないといけないし、若い選手は守ってあげないといけないし、まあ、伸び伸びプレーしてくれるきっかけの本当小さなきっかけにもなればいいなと思います。なんか、うん、いやでもあの僕そもそもは小学校とガンバのジュニアユースとか7番結構つけてて、で小学校6年生の時に7番つけてるんですけど、その長岡京、その当時は僕のサッカーチームのエースナンバー7番やったんですよ。それはなんでかって言ったら、そこは家永明宏っていう選手がいて、その選手が7番をつけてて、で僕はそれを幼稚園の年長さんの時に見てて、ずっとで、まあその当時は緑のユニフォームだったんで、緑のユニフォームで7番をつけてキャプテンマークを巻いてサッカーしてる家永をずっと見てて、で僕らも7番つけたいって思って、小学校6年生の時に7番つけてキャプテンマーク巻いてサッカーしてて、こうなんかなんていうのかな、追いかけたい人が7番をつけてて、でプロになってからも、まあ四つさんはそうですよね、だからなんかその頃思い出す感じですね、7番をつけるって。なんかこう宇佐美奈々っていう字面がなんか懐かしいなって感じですね。ユースの時とか10番とかつけましたけど、うん、でも7番をつけてサッカーできることがすごく普通にシンプルになんかワクワクしてますし、なんかこう童心に変えるっていう意味でも小学校時代の7みたいな感覚で言いますけどね。怪我したじゃないですか、大怪我してラスト4試合ぐらい出れるってなって、まあ時間はその時は分からなかったですけど、その時になんかふと、まあ落ちたらもうあれやけど、まあ落ちても僕も正直ジェット落ちても絶対に残るつもりではいたし、まあ、落ちた方が残るつもりなんならぐらいチームそうやって立て直していきたいと思ってましたし、で残せたらなんか7番背負おうかなってなんか思ったんですよね。はい、すごいそれぐらいプレッシャーかかる状態でしたし、なんかサッカー人生もかかってるような状態だったんで、まあ、完全な状態では全くなかったし、足もじゃあそれで何ができるって言った時に、残留させることができれば、うん、なんか満たされるとか、7番をつけていいんじゃないかなって自分が思えるんじゃないかなみたいな感じで決めました。まあプレースタイルはね、まあ、監督も変わりますし、システムも変わってやることも変われば求められることも全部変わるんで、一概にこういうスタイルでとは言えないですけど、やっぱりそのプレー外のところでもう常さんの時代からそのリーダーになっていってくれっていうのはずっと言われてましたし、うん、でもそのなんかどういうふうにじゃあチームを引っ張っていくかとか、そのリーダーがチームにいる重要性っていうのは、その常さんがいた頃はまだ今ほど分かってたわけでなかったんで、ただやっぱりこうチームには絶対こう圧倒的なリーダーって必要で、うん、まあ、そのリーダー像っていろいろあると思いますけど、いやそうなっていかないといけないなって本当に思いますし、僕が
うん、そうやってこう、まあ、チームをしっかり俯瞰視してこっちの方向に進めた方がいいなって考える時もあれば、まあ、もう強烈に鼓舞しないといけない時もあると思いますし、まあ、それは僕だけじゃなくて、シュウ君であったり東君であったり、まあ、源太であったりそういった選手たちと協力してやってはいくんですけど、やっぱりもうピッチ内外でやっぱ強烈な存在感を示せる選手になりたいと心底思いますね。なんか30歳になったぐらいから、はい、まあでもそうですね、基本的にガンバのユニフォームってかっこよくて、それは結構どのチームとどの選手かも言われるんですよ。ガンバってユニフォームかっこいいよなみたいな、うん、でまあ相変わらずかっこいいですし、まあ変わったここが大きく変わりましたけど、なんかあんまり違和感なく20年でしたっけアンブロー、それくらい長いものが変わるとやっぱ何かしらの違和感って絶対生まれるんですけど、普通はもうそんなに違和感もないし、うん、なんかまあこのユニフォーム着てまた戦える、また背番号も変わって戦えるっていうのはすごく楽しみです。